では内装ドアトリム見ていきます、ウィンドウスイッチパネル周り、ドアノブ周り綺麗ですね、この辺も特に気になるところはないです。で、ちょっと古いですけどツイーターが BOSE ですね、ついてますね。スカフプレート周りもこんな感じで結構綺麗、フローマットもですね意外と綺麗ですね。で、純正のレカロシート、ここら辺のつぶれなんかも全然なくてシートの焦げなんかもありません。まあ黒ずみ多少ありますけど最小限って感じですね。助手席側もこんな感じで、結構いい状態かなと思います。で、ステアリングはですねももう入ってるんですけどちょっと結構擦れちゃってますね。まあここら辺は現状で車外入ってますからね、ステアリングだけ用意したら付け替えでいけるんじゃないかなっていう感じですね。で、ダッシュボードこんな感じで結構綺麗です。特に目立つような乗り跡っていうのもないですね。で、よく割れてるエアコンルーバーなんかもちゃんと、生きてます。で、オーディオはケンウッド、CD MD デッキちょっと古いですかね。で、このドリンクホルダー周りシフトブーツ周りこんな感じで綺麗な状態で、 ETC が、ここに入ってますですね。よいしょ。ではちょっとエンジンかけてみたいと思います。かかり結構いいですね。浮き上がりの方もなかなかいい感じで、ドアミラーこれね、電角のドアミラーついてて、一応動きの方はこんな感じで動きますね。はい、では、リアシート見てみたいと思います。リアのシートも綺麗な感じですね。こんな感じで、トランクの方はこれのトランクフロアなんかも結構綺麗ですね。サビもなくて、でこの辺は特にトリム類の欠品もなくといった感じですかね。ピラーバーが装着されてますね。で、助手席側のドアちょっとこの辺白くなってますかね。まあでも綺麗な感じですね。はい、なかなか内装も綺麗な状態を維持してるんじゃないかなと思います。以上です。